原型砲モッド14.5インチ漢方マーク8はイギリス海軍の漢方システム55口径1 1 4ト、mm、ル砲を軽量の単素砲塔と組み合わせた両用砲であるイギリス海軍では SF コメディドラマの宇宙船レッドド・ワアーフ号の登場人物クライテンにちなんでクライテンガンというニックネームで呼ばれることがある1960年代 イギリス海軍では次世代の防空艦として82型駆逐艦の開発を進めていた。当初計画では従来通りの45口径 11.4cm 連装砲が搭載される予定だったが、1964年の設計変更でより新しく軽量の砲が搭載されることになった。この時、ビッカス社では同社のアボット自走砲を元にした1 0 5ト、mm、ル艦砲を 提案していたが、これ自体は、陸軍式の 155mm 砲やアメリカ製の54、合計 127mm 砲と共に企却され、代わりに採用されたのが本砲であった。英王立兵器研究所による設計作業は1965年より着手され、1965、6年度では、ビセル社が主契約者として選定された。 1966年にはプロトタイプが完成し、1967年からは、まず、イギリス海軍及び、イラン海軍向けに生産が開始された。A 海軍の82型の計画が遅延したことも、あって、配備では、イラン海軍が先行し、1971年5月には、サーム9フリゲートに搭載されて、艦隊配備を開始した。上記の経緯もあって、 砲そのものは、アボット自走砲の 105mm 榴弾砲の大口径板となっており、マズルブレーキや排煙機も踏襲されているが、これは、漢方としては、珍しい装備であった。砲身及び汚染機構重量は 2400kg と、軽量化されている。重量像を嫌って、水冷方式は棄却された。砲身名数は3300発とされる。 近接新化の採用によって、十分な破壊力を確保できる一方、特に突破快適的の場合は、発射速度を多少向上させたところであまり多くの弾数を送り出せないであろうと見積もられたことから、発射速度の向上はそれほど重視されず、むしろ速応性の向上に重点が置かれており、シャットダウン状態から10秒で射撃を開始することができるとされる。なお2000年より、既存のマーク、 8モット1の砲塔に 155mm の方針と AS-90 自走榴弾砲の褒美を適応させる計画が着手され2007年には第2フェーズに進んだものの射程不足などの問題から断念されたとみられている砲立ては円筒形のガラス繊維強化プラスチック製で防御用というよりは風雨余けとしての性格が強い砲塔内は無人だが 後部には点検用のアクセスハッチが設けられている。旋回、不行は電動式だが、旋回部の重量軽減のため、動力機構は砲塔下の非旋回部に装備しており、旋回部重量は15.1トンである。また球弾マガジンまで含めた、全備重量は25.75トンで、45、合計11.4センチメートル連装砲の半分、程度に抑えられている。 また2000年以降に配備を開始した m o d 1ではレーダー反射弾面積の削減を図って多面体系とされた新型砲立てが採用されている。弾薬の球弾方式は下部球弾方式を採用しており、砲塔下方の回転式弾倉には15発の即応弾が装填されている。即応準備弾の弾倉への装填は人力式で2名の球弾手によって行われる。 最低運用人員は、この球団種のほか、戦闘指揮所の砲台長及び監督者の、計4名であった。なお、装填、球団機構は、原型ではすべて油圧式だったが、軽量化のため、もっと1では随所に、電動方式が採用された。なお、対地艦砲射撃を想定して、イギリス海軍の要求事項には、7.5分間の持続射撃が盛り込まれていた。 弾薬は専用の固定弾薬で、口径は同一ではあるが、従来の4.5インチ砲との互換性はない。弾頭重量2 1ラムの対空、対艦、対地榴弾は、N97 多目的新艦と組み合わされており、新艦のモードは装填の直前に、電気的に調停される。なお、もっと1では、長射程の高効果、射程遠心弾にも対応した。 また、星団や茶普段などでは、N7 次元新刊が用いられる。出展、フリードマン 1997, ピアニッシモ、458から 459, フォーカスティンターナッシュネル2004初言性能砲弾、創薬運用士、イギリス海軍アルゼンチン海軍イラン海軍、チリ海軍パキスタン海軍ブラジル海軍リビア海軍。ありがとうございます。